64秒8。まもなく 1000m を通過します。 1000m の通過は2分44秒1。
は13分41秒です。まもなく2400メートルです。2400メートルの通過は6分37秒0。この一周は67秒1。日本選手権の A 標準記録は13分41秒0です。この記録を破らないと日本選手権に出場することはできません。このペースでいきますとゴール予想タイムは13分45秒前後です。は8分19秒0。 2000m から 3000m のスプリットタイムは2分49秒3。先頭集団はペースメーカーを入れて5人、黒崎播磨のベラック・アベラ君、八千代工業の八木原貴寛君、旭化成本田拓海君、九電工東優真君、 SG ホールディングスグループの橋爪孝康君。まもなく 3200m です。は8分52秒9。この一周は67秒9。このままのペースでいきますとゴール予想タイムは13分50秒前後です。
と黒砂糖にはエラック・アベラック、その後ろ朝日生の本田匠美です。まもなく 4000m、 4000m 通過は11分8秒5、ここで周は68秒2、 3000m から 4000m のスプリントタイムは2分49秒4。5000m E 組の表彰を行います。表彰のプレゼンターは朝日飲料株式会社市場開発部担当部長木南哲郎様です。ご案内は2016延岡若エウレディの熊本しほりさんです。なおこのレースには副賞として1位から3位の選手には上水園よりバイオ茶、ナイキよりバッグが、1位の選手には水野より記念 T シャツ、道の駅北川葉山より延岡神社エール日本入りが提供されています。男子 5000m E 組第1位本田匠美くん、旭化成。第2位東優真くん、九電工。第3位八木原貴弘くん、八千代工業。以上で表彰を終わります。
プログラム82ページ、プログラムは82ページです。ただいま終了しました男子 5000m 競走2組の結果です。1着、171番、本田匠君、旭化成、13分50秒81。2着、162番、東優馬君、九電工、13分54秒00。3着、180番、柳原貴弘君、八千代工業、13分54秒88でした。旭化成の本田匠選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。自己ベストを更新しての優勝ということですが、今どんなお気持ちでしょうか？調子が上がってきたので自己ベストで優勝できて本当に嬉しいです。今日のレースの勝因はどこにあったんでしょうか？今までずっと怪我してたんですけど、今季入ってからしっかり練習を積んで、レースに臨むことができたのでそれが良かったと思います。そして同じレースにはリオオリンピック男子マラソン出場が決まっています佐々木選手も走っていました。やはり意識しましたか？あまり意識はしなかったんですけど、マラソンのオリンピック選手であるんですけど、今回はトラックレースなので、負けたくないと思ってました。はい、今回の勝利を決めて、そしてこれからの目標も新たにできたと思います。今後の目標を教えてください。まずは日本選手権で1万メートルに出ることがまず前期の目標なので、そのために標準記録を、再来週、1万の大会があるのでそこでしっかり切っていきたいと思ってます。本当におめでとうございました。旭化成本田選手でした。